回のゲストはデジタルアセットの管理システム等を提供している銀行の代表取締役森川ムートさんです。森川さん、よろしくお願いいたします。はい、森川です。よろしくお願いします。今回はですね、ブロックチェーンが未来の社会をどう変えていくかということでですね、かなりフリートークに近い形でお話ししていただきたいと思います。まあ、ブロックチェーンが10年後、20年後、あるいは30年後、50年後、スパンはお任せしますが、世の中をどう変えていくのか、森川さんのフューチャーデザインをですね、ちょっと語っていただけますか。はい、難しいテーマを誠にありがとうございます。まあ、ブロックチェーンがどうなっていくかというところでいくとですね、まあ、もちろんブロックチェーンというのは私はこう、まあ、いわゆる SF とかの世界で出てくるようなああいったものを実現する一つの要素だとはもちろん思ってるんですけれども、うん、なんでブロックチェーンだけではなくて、まあ、今言われているのは IoT ですとか AI ですとか VR ですとか、まあ、いろんな技術あると思うんですけども、そういったものが組み合わさってこう皆さんが映画の中で見るような世界になるのかなと思ってます。ただ、まあ、ブロックチェーンというところが果たす役割というのは非常に大きいのではないかなと思ってまして、でそういうのは何か、まあ、一番役割として大きいかというと、まあ、デジタル世界の中にですね、神聖性をもたらすというところが一番重要なポイントかなと思ってます。神聖性っていう、はい、まあ、それが本物なのかどうかというところですよね。で、まあ、今その DX っていうのは今回コロナっていう中でですね、はい、DX だって言われてですね、うん、こう皆さんこう対面でこう、まあ、今は対面ですけども、はい、どんどんこうオフラインでですね、うん、こう会議ですとか、まあ、いろいろやるようになったと思うんですけども、こう画面を映してですね、映ってる相手が本物なのかっていうことを考えたことがあるんじゃないかなと思うんですね。うん、ですし何やってるかわからないじゃないですか、はい、本当は。テレワークだなんだと言っても、はい、まあ、この人は本当にそこに立ってるのか、例えば背景画面をですね、自分がこう座ってる画像にすると意外とわからないみたいな話があったりしますので、はい、まあ、そのデジタルの中にあるものっていうのが本物なのか偽物なのかっていうことの重要性っていうのは今後どんどん上がってくると思います。うん、そのデジタル上でのなりすましの被害というものは、まあ、年々増加しているところではありますので、そのデジタル上において、まあ、もちろん本人確認もそうでしょうし、もしくはデジタル上に存在するものというものが、まあ、本物なのかというところをしっかり担保していくところに、まあ、非常に価値が、まあ、出てくるだろうと。で、そこはまさにブロックチェーンなのではないかというふうに思ってまして、デジタル上の価値というものを、まあ、しっかり神聖性を保ったまま、まあ、ピアツーピアで移転ができるという技術がブロックチェーンですし、まあ、そういったものを、まあ、ストレーサビリティ高くですね、まあ、この改ざんの形なく記録していけるというものがブロックチェーンの特徴ですし、まあ、本当にこうデジタル前提となった社会においてはブロックチェーンというのは非常に重要だろうというふうに思ってます。この DX ってすごい最近もうその言葉は見ない日はない、新聞上に載らない日はないと思ってるんですけども、はい、どうも日本コロナの影響でですね、まあ、デジタル後進国と言われて、まあ、焦ってですね、急に DX って言葉がだいぶ多いんですけど、はい、やや今の議論のところまで到達してないなと、まあ、ある意味こうペーパーレスだったりとか、この間もあの請求書の電子化みたいな話が新聞に出てましたけども、そこまでにとどまってて、なかなかこうブロックチェーンっていう言葉も出てこないし、でブロックチェーンがもたらすデジタル世界の中における申請性とか本人確認っていうところまでなかなかこう届いてないなっていう感じがして、ちょっともどかしい思いがあるんですけど、はい、その辺どう思ってますか。ブロックチェーンはですね、はい、そのデジタル化した後の世界に関しては、うん、ある程度こう、まあ、全てお任せくださいみたいなデータ連携ですとか、うん、データを改ざんなく守りますみたいな話ですとか、あと、まあ、プライバシーの話とかもあると思うんですけども、うん、そういったところも解決しうるものだとは思うんですが、うん、まあ、今まさに議論されているところというのは、うん、そのデジタル化するときのですね、うん、フォーマットをどうするんだですとか、うん、プロセスはどうするんだですとか、うん、まあ、要はデジタル化した情報自体がそもそも本物なのかどうかということは、デジタル化するときのインプットの段階でしか制御できないだと思うんですね。例えば、まあ、ハンコの問題等もあると思うんですけれども、はい、まあ、ハンコというのはですね、非常に分かりやすい証なわけですね。これが押したものは本物っていう話があるんですけれども、じゃあデジタル上でそれがどういうふうに実現するのかっていうところを、まあ、そのビジネス環境において適用していくにおいては、やはりまあいろんな業界ですとかビジネスのまあ人たち、実務の人たち含めてどういう形がいいのかっていうのをやっぱ定めていく必要っていうのはもちろん出てくるんだろうなとは思ってます。なのでそういったデジタルのインプット部分というところが課題になっているなとは思います。なるほど。これは皆さんのようなブロックチェーンのスタートアップの方々だけがこうもがいてもなかなか解決しない問題、入り口の部分というのは多分いろんな方々がまあ理解して進めていかなきゃいけない、それがさっき言った私に言ったもどかしさみたいなのだと思うんですけれども、はい、今方向性としてはいい形で言ってるんですかね。マイナンバーカードもいろいろ問題はあったけれども、なんかこうもう少しこう前進しそうな気配はあるんですけど、方向性としては間違っていないというふうに理解してよろしいでしょうかね。
そうです。方向性としては進んでいくと思いますし、うん、まあ、やはりこうデータの申請性を、まあ、入れた後っていうのはもちろんもうブロックチェーンみたいな技術が待っているのでいいだろうとなった時に、じゃあどのように入れるのかっていうところは、まあ、マイナンバーなんか分かりやすい本人確認でしょうし、まあ、そういったものを軸にいろんなデータを紐付けていくという形になると思います。まあ、そのまあ北欧とかでいくとですね、やっぱりこう生体認証等に全ての情報をまあ集めてくる、まあ、個人の情報というものを自分の生体情報をキーとしたものにして、まあ、それでまああの情報を管理するというような形もあると思いますし、まあ、マイナンバーというのはその発想に近いのかなと思います。なので、まあ、いろんな情報がですね、まあ、ブロックチェーンというものの中に全てこう集約されていくとは思うんですけれども、まあ、ブロックチェーン一つのブロックチェーンだけじゃなくて、まあ、様々な、まあ、ブロックチェーンのような、まあ、データベース、まあ、データの基盤というものに構築されていく中で、それにアクセスするものというのは、まあ、限りなく人間に物理的にな、まあ、人間のどっかに一部に近いものでアクセスするんだろうなと思います。うん、それは今言ってると、まあ、例えば何かを埋め込んだりとか、あ、そうですね、体にチップのようなものを埋め込んでそれで接続するというのもあると思いますし、ただそうした際に今というのはこうデータという時にさまざまな、まあ、インターネット空間というものは全てこう混然一体としてつながっているようなイメージなんですけれども、まあ、実態としてはさまざまなこうシステムサーバーみたいなことに物理的に遮断されていると。なのでですね、なかなかこう不便に感じるような、まあ、情報の海がなかなかこう自由に泳げないというふうに感じると思うんですけれども、ブロックチェーンというものはそこの垣根をなくしつつも情報を安全に管理してくるようなものだと思うので、まあ、自分の体、まあ、身一つですね、情報の海を自由に泳げるようになるための必須技術なんじゃないかなとは思います。森川さん、前にお話した時にですね、そういうふうな形になった時に、まあ、よく銀行 ATM というのは今どん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 減っていってるような感じですけど、逆に言うとこの ATM ボックスって新しいなんとなくそういうボックスがあった時、ここにチップが埋め込まれた人がそこに入っていくと、その人の資産だけじゃなくてその人の行動履歴だとかその人にまつわるいろんなデータが全部こう白日のもとにっていうかちゃんとクリアになるような、そんなボックスができるようなこともちらっとおっしゃってましたけど、そうですね、うん、今その情報というものが、まあ、どうしても今紙をベースに管理されていると思いますので、うん、紙で管理するということは、うん、その業務を提供する場所というものも物理的に限られてくると思います、はい、なのでまあ銀行窓口ですとか、うん、保険等も含めてですけど、まあ、いろんな窓口があると思うんですけれども、うん、そういったものが全部デジタルで完結してですね、まあ、どこにいたってですね、そういうまあ契約の手続きですとかその人にまつわる情報も含めて管理できるのであれば、うん、まあもうそんなの一つの、うん、店舗に全てのものが集まるということもあり得るわけですよね。うん、まあ、そういうデジタルでですね、まあ、できる、例えばタブレット一つでもいいと思うんですけども、はい、まあ、その20〜30年後はまあ本当にこう 3D ディスプレイみたいなものがあるのかもしれませんけれども、うん、まあ、そういったもので、うん、まあ、あの総合的にですね、うん、処理ができるような、まあ、ボックス、新しいボックスみたいなのができるんじゃないかなとは思っています。でも普通の今の生活でいうと、家計簿つけろってもつけないとか、日記かけても書かないとか、なんかこう記録つけて出せても出さない、私もそういうズボラな性格なんですけど、はい、そういうことしなくても、いろんなそういうブロックチェーンなんかが記録してくれてるっていう、で情報が個人的に武装されてる、これってあの便利なようでて肩ずしっと重くなりそうな気もするんですけど、はい、このあたりは。そうですね、うん、今でも例えば家計簿アプリがあってですね、うん、そのアプリに書き込ん でもしくはあのフィットネス系であれば今日のなんか身長、はい、体重、食べたものを記録してみたいな話があると思うんですけども、うん、まあ、そのアプリのまず使い分けってのは面倒くさいですよ ね、 そ, うですね、あのでそれはまあ記録されてる場所がバラバラだからですよね、うん、そういったものは全部一緒にブロックチェーンになるみたいな話はあると思うんですけど、うん、まあ、あとはあの例えばAI ですとか、うん、あとあの、まあ、デバイスですよね、うん、デバイスっていうので、まあ、勝手に情報が取得されるみたいなことっていうのはあると思うので、うん、まあ、そういうところのハードルはなくなってくるでしょうなった時に、うん、もう自分の、まあ、日常生活全てがデータ化されていくわけですよね、うんうん、まあ、そうなった時に、まあ、Facebook、まあ、いわゆる GAFA みたいなところっていうのは、うん、そういう個人の情報を売り物にしてるわけですけど、うん、まあ、もしくはそれを、まあ、含めてですね、まあ、中国なんかみたいに、まあ、いろんなこう監視されるみたいなものがあると思います、うんうんうん、その時にはまずデータの主導権というのを個人に持ってきてあげなきゃいけないっていう、これはもうガバナンス上の問題ってまずあるんですけども、あとはそのデータを活用できるようになるのかっていうところはもちろんあるのかなと思います、まあ、データ世界に生きるにはみたいなのよく言われるじゃないですか。なるほどなるほど、分かりました。いろんな夢を語るためにはやっぱりこうクリアしなきゃいけないハードルっていうのはまだまだあるということも今のお話の中でよく分かりました。今日はあのお時間が来ましたので、もっともっといろいろお話伺いたいところですけども、これで終わらせていただきます。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。森川さん、どうもありがとうございました。